おはようございます。モコフィットネスです。今日はソロ練今終わって、これからこの通り、チーム練習に入るんですけど、なんと僕の自転車って変速が電気で変速するようなシステムになってて、そのちょっと電気のシステムがちょっと故障気味で変速が渋くなってて、一応今日チーム練習する予定なんですけど、いかんせん自転車の変速って自転車で生命線なんで、それが渋くなるとかなり、練習に支障が出るので、今日はうまくいかないかもしれないです。まあ、こういう時もありますね。言っても機材スポーツなので、やっぱ機材がいかれてしまうと、練習はできなくなります。なので皆さんも機材はちょこちょこ自分でも確認したり、近くのショップに行ってみてもらったりするといいと思います。それじゃあチーム練始めます。お楽しみに。
はい、今いつも通り、ご飯を好きなおかずとご飯を選んで取るタイプのお店にやってきて、食事です。で、最近炭水化物を下げて脂質を上げました。脂質を今まで 20g だったんです、あ、じゃあ 20% だったんですけど 25% まで引き上げました。それからとりあえず1週間続けてるんですけど、調子がいいです。で、脂質を上げてるんで最近ちょっと食事のバリエーションが増えてちょっと、楽しいです。それじゃあこれからご飯を食べます。いただきます。はい、今食事を終えて、で先ほども食事の時に言ったんですけど、 PFC バランスで炭水化物を下げてその分脂質を上げたんですけど、後でその理由も言います。あ、まあ、言っちゃっていいんですけど、健康診断があったんですよ。そしたら僕 LDL コレステロールが、極端に低くて、で HDL コレステロール、俗に言われる善玉コレステロールが異常に高すぎたんですよ。だから自分でどう解決するかなって言ったら、飽和脂肪酸を多めにとって、みんな最近健康志向のエゴマオイルとかサバの、DHA とかをあえてちょっと下げる、なんか今の時代と逆行するような食事の取り方をしてるんですけど、で脂質をだからそういった意味でもうちょっと多めに取ろうと思って脂質をちょっと上げて炭水化物を下げたんですよ。で今日この間みたいに1キロみたいなご飯の量を食べないで 500g ぐらいに抑えて、その代わりサバを食べたり豆腐を食べたり、でお店にはちょっとそういうチーズとかなかったんで、今日夜チーズとかその飽和脂肪酸の方を取ろうと思ってるんですけど、で炭水化物が 200g で脂質が 30g でタンパク質が 47g、さっき摂取しました。これでも脂質が全然まだ足りてないので、脂質を、家帰ったら取りたいと思います。たくさんで 500g のご飯にして炭水化物が 200g だったので、夜もそれなりに炭水化物を取れる予定です、ね、でこれでびっちりやっていけば、でですね、言っとくんですけど、これまだ1週間しか僕 PFC バランスをちょっとずらして1週間しか経ってないんですね。で今のところすごく体が調子良くなってるのは分かるんですよ。ただ良くなったってまだあんまり強く言いたくないんですね。っていうのは体が全部入れ替わるのが骨以外で体が入れ替わるのが血液とか全部入れ替わるのが3ヶ月かかるんですよ。だからちょっと長いんですけど、3ヶ月経たないと結果が見えてこないので、何でも皆さん食事改善をしたらすぐ諦めるんじゃなくて、3ヶ月間頑張らないと分かってこないです。まあ、骨は1年かかるんですけどね。はい、だからとりあえず皆さん食事改善をしたら3ヶ月間は頑張りましょう。それじゃまた後で。はい、お疲れ様です。今ショップに行って、いつものショップですね、直しましたよ。これリアデュレーラーっていうとこなんですけど、ここの配線これが抜けちゃって、変速がちょっと効かなくなっちゃって、それでもはめ直したりしてだましだましトレーニングして、今日は一応2900キロカロリー、距離として145キロ、TSS、まあ、TSS っていうのは疲労度ですね、が300ぐらいだったかな、だからもう明日は完全休養か、まあ、軽く流すかな、そんな内容になります。それでだましだましでももがけて、最大心拍180なんですけど177まで追い込めましたね。まあその時もね、無酸素、ほぼ無酸素状態なんで、まあ、正直もう真っ白になって、
吐きそうになります、だけどなんかちょっと調べたんですけど、まだはっきりした情報じゃないので適当なことは言えないんですけど、ミトコンドリアっていうのがあって、それを増やすと僕ら、エンデュランス系のスポーツは、能力が上がっていくんですけど、どうやらそのミトコンドリアを増やすのは極限状態、生きるか死ぬかっていうぐらいまで持っていくと増える。例えば、また今度それは詳しく話します。なのでその情報からいくと、おそらく最大心拍ギリギリまで持っていくとおそらく増えると思います。まあごめんなさい、おそらくじゃちょっとエビデンスが低い状態でお話はできないんですけど、多分そうだと思います。はい、でそんな感じで今日は、動画を終わりにします。でいつも通りですけど、ちょっとでも楽しかったら、いいね、それとあとチャンネル登録お願いします。で僕どんどんこの動画を発信して皆さんにいろんな情報を伝えたいので、これからも応援よろしくお願いします。でチャンネル登録してる方も、応援よろしくお願いします。はい、それじゃあまた。